Louise? Mona Lisa? I said, who painted the Mona Lisa? The answer lies in the picture of Mona Lisa. モナリザとは誰か、またそのモナリザは誰によって描かれたものか、その答えはモナリザの絵の中にありました。広瀬林、ハメメシティ、ジャパン、フェブラリー the 13th 2024. On the left side of Mona Lisa, the number 51is written in reversed letters. 51 stands for Mars in Jewish geometry. モナリザの左側には51という数字が左右反転文字で書かれています。51はユダヤのゲマトリアでは火星を意味します。Furthermore, another number 3 is written above 51. If you read these three numbers from bottom to top, you can get 153. 153 stands for Nergal, the god of Mars. さらにその51の上には3という数字が書かれています。これら3つの数字を下から上に読むと153となります。153は同じくユダヤのゲマトリアで解読すると火星の神ネルガルを意味します。There is also another number hidden in the picture of Mona Lisa.The number is 27. Please have a look carefully at Mona Lisa's left arm. There are two numbers drawn on it. Yes, these are numbers. Compare the numbers 2 and 7 written by Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci wrote numbers in a unique font.そしてモナリザの絵の中にはもう一つ数字が隠されていました。27という数字です。モナリザの右の、つまりモナリザの左腕を注意深く見てください。そこには二つの何か数字のようなものが書かれていますが、これらは数字です。ダヴィンチの書いた数字の2と7の書体と比較してみてください。ダヴィンチは独特の書体で文字を書いていました。27 means king in Jewish gematria. 27はユダヤのゲマトリアではカインを意味します。Cain has painted various works and he has painted them with his own signature. That is 27. I, Hiroshi Hayashi, will explain more about these facts later, but when you put these numbers together, you can get this conclusion. Cainは様々な作品を書き残していますが、それらの作品には自分の署名を書き込んでいました。それが27です。それについてはこれから順に説明しますが、これらの数字を総合するとこうなります。
モナリザ is Nergal, the god of Mars. And the painter of this picture is Cain. It means that Cain painted the picture of Mona Lisa. モナリザというのは火星の神、ネルガルです。と。そして、そのモナリザを描いたのは私、カインです。と。Repeat. Mona Lisa is Nergal, the god of Mars, and the painter of this picture is Cain. It means that Cain painted the picture of Mona Lisa. モナリザというのは火星の神、ネルガルです。と。そして、そのモナリザを描いたのは私、カインです。と。これが、この動画の結論ということになります。最初から画面を見ながら説明します。モナリザです。このモナリザは誰をモデルにして描いたか、また誰がこの絵を描いたかということですね。で、このモナリザの向かって左側を注意深くご覧ください。そこには数字として読み取れる数字がですね、51とあります。注意深くご覧ください。51です。51はですね、左右反転文字、すなわち鏡文字で書いてありますから、それを一度拡大して左右反転してみます。すると、51という数字が浮かんできます。51というのはですね、ユダヤのゲマトリアで解読すると、火星となります。51、今左右反転してみました。で、51となりますね。はい。51は、ユダヤのゲマトリアでは、火星を意味します。つまりですね、ここは火星であるという意味にもなりますが、この数字にはもう一つの意味が隠されていました。それは、51の上にですね、もう一つ数字らしいものが書かれています。この数字はですね、左右反転すると反転した文字になりますけども、つまり3ということになります。今反転してみました。元に戻したということですね。で、ここでちょっと注意していただきたいことはですね、この3の下にですね、ちょろんとこう、下に棒が出てますね。まあ、つららのようにですね、3の下にちょっとこう棒が出てますね。これは後で重要な意味を持ちます。つまり、ここに書いてあるのは3という意味になります。で、この上からですね、351となるわけですけども、この数字をですね、下から読み直してみます。すると、153となります。153というのはですね、ユダヤのゲマトリアで解読すると、火星の神、ネルガルとなります。エンリルの息子のネルガルです。そして、ネルガルの娘がイナンナ・マリアということになります。イナンナ・マリアの父親がネルガルということになります。つまり、ここに書かれているのは、ネルガルですよという意味になります。その証拠に、このモナリザの絵の背景にはですね、上からサソリ、ヘビ、犬が書かれています。それもまた別のところで証明します。で、その腕を見ていただきたいんですけども、むにゃむにゃむにゃと書いてありますね。で、これは何かということですけども、私、林博士は、これは数字であると判断しました。で、ここで注意していただきたいんですけども、ダヴィンチはですね、独特な、つまり彼自身の独特な書体で数字を書いていました。それを表にしたのはこの表ってことになります。この表によればですね、特に2と7に注意してください。それから3にも注意してください。後で付け足します。で、2はですね、どこか S ですよね。あるいは、反転してみると S に近いわけですね。で、7はですね、日本語のくもしくはへに近い字を書いていたということです。ここが重要です。いいですか？2は S のような字ですね。それから7はく
く、へのような字であるということです。この書体をですね、上のモナリザの左上の、まあ、シワに当てはめてみるとですね、ここに2と7があるのがわかります。つまり27と読めるわけですよね。じゃあ27とは何かということになりますけども、ユダヤのゲマトリアで解読すると、カインとなります。カインがこの絵を描いたというカイン自身の署名ということになります。こういうことを言うとですね、こじつけだというふうに思われるかもしれませんけども、同じ書体で同じように、例えば、いわゆるダ・ヴィンチとアンドレア・デル・ベロッキョの合作と言われている受胎告知の右にも同じ書体で27と書いてあります。それから、ラファエロも、同じ書体で27という数字を書いています。と言いますか、ラファエロの絵もですね、それからアンドレア・デル・ベロッキョの合作と言われているあの受胎告知もカインが書いたということになります。それから時代がずっと下って19世紀に書かれたと言われている、テオドール・ジャンジェリコのメデュース号のイカダの中にもやはり同じ、全く同じ書体で27と書いてあります。つまり、そうした絵はですね、カインが書いた絵ということになります。カインはですね、27という数字を書き残すことによって、これは私が書きましたという、まあ、つまりは署名を残したということになります。で、以上の、この3つ、この場面って言います。この動画、今のこの部分でですね、この3つの数字を総合するとですね、こうなるわけです。モナリザというのは、ネルガルのことですよ、となるわけです。ネルガルは、マーズ・アイオン、火星の永遠の神と呼ばれていました。で、マーズ・アイオンの文字をですね、バラバラにして組み立て直したのが、モナリザという名前になります。つまり、モナリザは、マーズ・アイオンのアナグラムということになります。つまり、ここに書かれているのはですね、モナリザという名前の、つまりは火星の永遠の神、ネルガルであるということになります。そしてこの絵を描いたのは誰かということになりますと、言うまでもなく先ほど言いましたように、カイン、キリストということになります。そして一言付け足します。先ほど3に注意してほしい。と言いましたね。で、その3を見てください。中央の上ですね。3です。で、ダ・ヴィンチの書いた3を今度は見てください。右側がですね、ダ・ヴィンチの書体です。この3の下にですね、つららのような、まあ、ものがちょっと下がってますね。つまり、この3はですね、ダ・ヴィンチの書体で書かれた3ということになります。つまり、この3、5、1は、つまり、ダ・ヴィンチ自身が書いた書体、つまり、カイン自身が書いた書体ということになります。この3に注意してください。つまり、以上がですね、決してこじつけではないという理由の一つになります。で、この27の読み方について、もう一つの読み方がありますので、ここに紹介しておきます。袖のところに27という数字が書かれているわけですけども、逆にもやはり27と読めるということです。赤い四角をつけた部分に注意してください。場所は同じですが、反対に読んでもやはり27になるということです。つまり、カイン・キリストはですね、この絵の中に自分の署名、つまり27を書き込んだということになります。この絵は私、カインが書きましたよ、とです。This is a painting entitled The Annunciation, said to have been painted by Andrea del Verrocchio and Leonardo da Vinci. It is one of the most well-known paintings in the world. Then, please just think if
This painting is really a painting by Verrocchio and Leonardo or by humans. Regarding this picture, Elena Etsen points out the following fact. これはアンドレア・デル・ベロッキオとレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたと言われている受胎告知と題された絵画です。世界で最もよく知られた絵画の一枚です。で、この絵は本当にベロッキオとレオナルドによって描かれた絵なのでしょうか。この絵についてエレナ・エトさんがこんな指摘をしてくださいました。広島浜松シティジャパン October the 30th 2023 The skirt of the woman sitting on the chair on the right is unusually long. No matter how long the skirt is, there is no way it would cover the chair like this. And inside the skirt, I can read the number 27. 27 means king in Jewish gematria. If Elena Etsen's point is correct, this picture is physical evidence that it is painted by Cain, the supreme god of humanity. So, I, Hiroshi Hayashi, examine this point, but before that, I would like everyone to know another fact. 右側の椅子に座っている女性のスカートが異様に長すぎる。いくら長くしても椅子を覆うほどのスカートはないと。そしてそのスカートの中に27という数字を読むことができると。27というのはユダヤのゲマトリアではカインを意味します。エレナ・アツさんの指摘がもし正しいとするなら、この絵はカインによって描かれたという物的証拠ということになります。そこでこの絵について検証してみますが、その前に一つ皆さんにこんな事実もあることを知っていただきたいと思います。レオナルド・ダ・ヴィンチ used a unique typeface to write numbers. These are numbers, but please pay attention to number 2 and number 7. あのレオナルド・ダ・ヴィンチは独特な書体を使って数字を書いていました。これがその数字ですが、ここでは2と7に注意してください。This shows that the numbers Leonardo was writing are quite different from the numbers we are used to using today. Number 2 looks like letter S. Also, number 7 looks like some kind of symbol. ダ・ヴィンチが書いていた数字は現在私たちが見慣れた数字とはかなり異なっているということがこれでわかります。2は S のように見えます。また7は何かの記号のように見えます。So, please have a look at the annunciation again. Although the positions areslightly different from those pointed out by Elena Etsen, I am also able to see the numbers 2 and 7 on this skirt. そこでもう一度、受胎告知を見てください。Elena Etsenがご指摘くださった位置とはややずれていますが、私も
このスカートの上に2と7を確認することができました。Yes, if this is such a fact, some people may think that they just seem that way, but it's just a coincidence. However, Eden Asan also points out the number 27 in The Raft of the Medusa by Teodor Janjeriko, which was painted in 1819, almost 300 years after the Annunciation. Now, please compare the two number 27 in Da Vinci's Annunciation and the 27 in Jericho's The Raft of the Medusa. You can see that the typeface and drawing style are exactly the same in these two painting. が、これだけの事実であるとすると、それらはそのようにも見えるだけ、ただの偶然の一致だと思う人もいるかもしれません。が、同じくエレナ・アツさんは、この時代告知からほぼ300年後の1819年に書かれたというテオドル・ジャンジェリコーの書いたメデューサ号のイカダと題された絵の中に同じく27の数字を発見してくださいました。で、ここでダ・ヴィンチの時代告知の絵の中の27とジャンジェリコーのメデューサ号のイカダの中の27を見比べてみてください。書体、書き方が全く同じであることがわかります。In other words, the principle of 1 plus 1 equals 100 works here. It is not two. 1 plus 1 is not 2. 1 plus 1 equals 100. Okay. If it's just one thing, it's just a coincidence, I know. However, if two of these coincidences occur in a row, it will become 100. In other words, it is a fact that can no longer be dismissed.As a coincidence. つまりここで1たす1イコール100の原理が機能します。一つだけなら偶然ということになります。しかしその偶然が2つ続いたら100になるということです。1たす1イコール2ではなく1たす1イコール100になるということです。つまりもう偶然という言葉では片付けられない事実ということになります。I, Hiroshi Hayashi, judge that these two paintings are both the works of the God King and the number 27 shown here is the signature of the God King andThat what it means. 私、林浩氏は、これら2枚の絵画は、共に神カインの作品であると判断していますが、今ここにお見せしている27は、その神カインの署名ということになります。共に27という数字が右下にあるというところにも、どうか、注意してください。This method is also used by Michelangelo Buonarroti. For example, in the painting of the Battle of Cascina, Cain the Christ paints a self-portrait of himself in the same lower right corner, just like a signature as we
do now。 この方式はミケランジェロ・ブラノティも使っています。例えばカッシナの戦いと題された絵の中では、同じく右下にカイン・ザ・クライストはカイン自身の自画像を描いています。As far as I have researched, this is the only one work among other paintings which is said to have been painted by Leonardo da Vinci that Cain the Christ himself left his own signature. Cain himself left his own signature and tells us humans like this. This is a picture that I.Christ drew. In other words, this fact indicates that all other Da Vinci's works are created by the God Cain the Christ. The number 27 has such a significant meaning, and this number itself shows that it is also important physical evidence of that meaning. Thank you very much, Elena.Sam. エレナ・アトさんが指摘してくださいました事実はまさに大変な事実です。というのも、私が調べた範囲の中ではレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたと言われている作品の中では、カイン・キリスト自身がカインの署名を残した唯一の作品ということになるからです。27という数字はカイン自身の署名ということになります。カイン自身が自らの署名を残し、そしてそれを私たち人間にこう伝えたのです。これは私カインが書いたものです。つまり一連のダ・ヴィンチの作品は全ての作品と言っても過言ではありませんが、神カインの書いた作品だったということになります。数字の27にはそういう重大な意味が含まれ、なおかつこの数字がそれを意味する重要な物的証拠ということになります。エレナ・アツさん、どうもありがとうございました。
who descended during the Renaissance around 1500 left many messages to us humans. One of them is a painting entitled Saint Jerome. The number 61 and the number 27 were hidden in the painting. 61 and 27 stand for God and Cain according to Jewish geometry. This is important. 61 and 27 stand for God and Cain according to Jewish geometry. In other words, the man depicted in the picture was a figure of God himself pretending to be Saint Jerome. So, in this way, Cain Christ not only expressed himself as a self-portrait of the God himself, but also taught us humans that. Christ is Cain in the Bible. In other words, Cain Christ himself is the human savior. 1500年前後のルネサンスの時代に降臨したカイン・キリストは数多くのメッセージを人間に残しました。その一つが聖ジェロームと題された絵画です。その絵画の中には61という数字と27という数字が隠し込まれていました。61と27はユダヤのゲマトリアによれば神とカインを意味します。ここが重要です。61と27はユダヤのゲマトリアによれば神とカインを意味します。つまりその絵に描かれている人物は聖ジェロームに見せかけた神自身の姿だったということになります。で、このような形でカイン・キリストは自ら神自身の自画像を表現するのみならず、私たち人間にこう教えたということになります。キリストというのは聖書でいうところのカインですと。つまりカイン・キリスト自身が人間の救世主ということになります。広し林、浜松シティ、ジャパン。もう一度最初から画面を見ながら説明します。一般にこの絵はですね、レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた絵とされ、またこの絵はですね、聖ジェロームを表現したものだと言われています。右下にですね、白抜きのライオンが描かれているために聖ジェロームであるとです。で、この聖ジェロームの左上にはですね、61という数字が隠し込まれていました。その姉妹作である東方三博士の礼拝の絵の中にはですね、131という数字が隠し込まれていました。まあ、61だけを見るとですね、そのようにも見えるかなというふうにお考えになる方も多いと思いますけれども、右のですね、東方三博士の礼拝の中には131という数字がですね、ともに180度回転した状態で書かれています。で、ここで注意していただきたいことはですね、書体が同じだということです。左は聖ジェロームなる絵の中に書かれている61です。右は東方三博士の礼拝の中に書かれている131です。1の書き方に注意してください。同じということですね。つまり聖ジェロームの絵の中には61という数字が隠し込まれていました。61というのはですね、ユダヤのゲマトリアで解読すると神ということになります。つまりここに描かれているのは
セントジェロームに見せかけた神自身の自画像ということになります。ついでに言えば、右の東方三博士の礼拝の中に書かれている中央の人物は、一見すると赤子イエスを抱いたバージンマザーのように見えますが、これはバージンマザーイコール、つまりはイナンナであるということを、このような形で、まあ、1500年前後にですね、あの時代にフロレンスに降臨した神は私たち人間に教えたということになります。ここが重要ですから、ここでは特に左に注意してください。聖ジェロームに見せかけた神自身の自画像であるということになります。61イコール神ですが、それだけではなかったんですね。この聖ジェロームの中にはですね、27という数字が隠し込まれていました。27はですね、ユダヤのゲマトリアで解読するとカインとなります。もう一度この聖ジェロームの絵を見てください。足に注意してください。27となります。72ということになるというふうにお考えの方も多いと思いますけれども、古代ヘブライ語はですね、左右自由に読み書きできるようになっていました。ですから72は27と読み替え、27はカインとなります。同じ手法を使ってですね、ミケランジェロ・プラノティがですね、カッシナの絵の戦いの中に、やはりユダヤのゲマトリアを使ってですね、私たち人間にメッセージを残しました。この絵の中には777527という数字が隠し込まれていました。77キリスト、50ビブリカル、つまり聖書の、そして27はカインです。つまりですね、この絵を通して1500年のあの前後のあの時代に現れたカイン、キリストは、キリストというのは聖書でいうところのカインであるというメッセージを残したということになります。つまりこのメッセージもですね、カイン自身が人間に直接与えたメッセージということになります。ここに書かれているメッセージと先のセントジェロームの中に書かれているメッセージを重ね合わせて考えるとですね、つまりは神というのはカインであり、そして私たちがキリストと呼ぶ、つまり救世主というのはですね、聖書というところの救世主というのはカインなんですよというメッセージを残したということになります。そしてここが重要ですけども、こうした絵画は、つまりは物、絵画というもの、イコール神の存在を直接的に示す物的証拠ということになります。今から500年前に、神、カイン、キリストはですね、この地上に降臨し、このような物的証拠を私たち人間に残したということになります。つまり、カイン、キリスト、神自身が、この地球上に現実的に実在する、もっとはっきり言えば実存するという物的証拠を、このような形で絵画というもの、物的証拠を通して私たち人間に残したということになります。そして左のセント・ジェロームの顔と右のアンドレア・デル・ベロッキオの顔は全く同じです。ただ年齢差はあると思います。左の方がより年を取っている、右の方がより若いということになります。つまりアンドレア・デル・ベロッキオの表現したこのセント・ジェロームなる絵は神自身の自画像ということになります。これでつまりはアンドレア・デル・ベロッキオの描いたこの人物、まあ一般にはこの絵はですね、聖ジェロームと言われていますけれども、この人物が聖ジェロームということになるわけですけれども、繰り返しになりますが、聖ジェロームに見せかけた、つまりは神自身の自画像ということになるわけです。ではこうした絵を描いたのは誰かということになりますけれども、そうした事実を知っている神はただ一人、カイン・キリストということになります。つまり
ここに表現されている神、カイン、キリストは、つまりは神自身、キリスト自身の自画像ということになります。